1977年、王選手が756号を打った時、王さんがついにハンク・アーロンの記録を抜いて世界一になった時だね。日本中、ちびっこから明治生まれまで大興奮。亀屋万年堂は徹夜で名古屋20万個を作ったっていうからほんと大フィーバーね。その時、長嶋監督はこんなことを言ってるの。この上は40歳、900号まで挑戦してほしい。どうでしょう。最終的には通算868本、いわゆる一つの引退の年は30本。あと1年、現役続行したとしても厳しい感じだな。それから、王さん本人は1000本まで打ちたかったそうよ。さらに100本上乗せか、ノムさん並みに長くやっても厳しい感じ。だけど、高校野球だと清宮方式っていう算出方法が主流でしょ。清宮方式なんだっけ、それ。ほら、あれよ、通算本塁打を言うとき、公式戦以外、練習試合とかのホームランも合計するっていう、ゆるゆるルールよ。ああ、あった、あった、確か、それで清宮選手は111本。王選手も清宮方式だと、何本なのかなって、気になって、調べてみたの。さて、どれぐらいだろう？王さんは、日本シリーズ、オールスターの出場回数がすごく多いから、900本は軽く超えてるだろう。ただ、1000本となると、どうかな？王さんが700号を打った昭和51年夏の週刊読売の記事によると、ちょっと待て、爽やかアグネスラムを表紙に起用して特集が、もしあの時日本軍が米本土を占領していたらだと、すごくミスマッチだな。まあそれはそうとして、中の記事によると、700号達成時点で公式戦以外の本塁打も加えると837本だそうよ。昭和51年、王さんが36歳の時だな。あ、通算本塁打が868だから、137本足せば1005本。もう、1000本超え確定じゃん。そうだね、まあ最終的には、結構余裕で1000本は超えてるんだけどね。この51年に本塁打王を奪回。翌年52年に756号達成、2年連続の本塁打王。現役最終年の昭和55年も本塁打30本。それで、最終的に王選手の現役時代の本塁打は何本になったの？ウィキによると、1032本。ウィキにも書いてあるから、有名なデータなんだ。でも、本当にすごいな。なお、1966年の日米野球対ドジャース戦では走者を追い越し、本塁打が取り消しとなっているとウィキにあるけど、それがなければ、1033本だったんだ。ちなみに追い越された走者は、柴田ね、柴田勲。一番左で、キネを持っているのが柴田だね。王さんは、柴田選手を追い抜いたとき、柴田って、言ったのかな？なんだ、気温が急降下したぞ。空からは白いものが。それでは、結論です。王選手は1000本を超える1032本のホームランをかっ飛ばしていました。さすが、世界のホームランキング。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。